はい、どうも私です。この動画のシリーズは日照簿記2級を念頭に置いているものなんですけども、特にこの動画は具体的に銀行勘定調整表を見ていこうというものになってきます。スライドに挙げられてますけども、実際銀行勘定調整表は3つのパターンがあるんです。両者区分調整法、それから企業残高基準法、銀行残高基準法とあって、なんか難しそうに見えるんですけども、本質的にはこの両者区分調整法さえ理解できれば、あとの2つはどうにでもなるよっていったあたり伝えられたらいいかなというふうに思います。具体的に見ていきましょう。で、そもそも銀行勘定調整表って何ですかって話なんですけども、まあ、僕たちは仕分けして総勘定元帳に転記するというような、いわゆる主要簿の作業を通じて、当座預金残高、当座預金の T 勘定記録を取っていく、そういう作業をしているわけですよね。で、他方で銀行の側でもその当座預金の情報を管理しています。で、基本的には会社にある帳簿上の当座預金の T 勘定の残高と、銀行にあるその当座預金口座の残高というのは一致するはずですけども、まあ、状況によってずれることがあり得るということなんですよね。で、そのどう仕分けするのかっていったものは、この前の動画ですでに議論をしています。で、今回はそれを踏まえて、そのズレについて確認する表、つまり銀行勘定調整表を作る、その方法を見ていこうということになっています。で、これ先ほども言いましたけども、3つ作成方法があるんですけど、本質は実はどれも同じで、一番重要になってくるのはこの両者区分調整法と言われているものになってきます。これは何かというと、企業の当座預金勘定の残高、つまり帳簿上の当座預金の残高と、銀行側のその当座預金の残高ですね、それを不一致を調整した上で、2つとも、つまり企業も銀行も貸借対照表に記載する当座預金の金額に一致させようという方法になってきます。おそらく何言ってんだか分かんないってことだと思いますけども、まあ、要するに銀行側、企業側、それぞれのルートを使って正しい数値導きましょうという方法が両者区分調整法になってきます。じゃあ具体的にどういうものか見ておきますね。で、両者区分調整法ではですね、まあ、これ T 勘定じゃ全くなくてですね、左側が企業の帳簿のイメージ、当座預金の残高がまずこちらに記載されます。他方で銀行の側の残高証明の金額がこちらに上がってきます。つまり銀行の確認している残高がこちらに上がってくるということになります。で、その上でそれぞれのズレの原因、前回の動画でいろいろ議論しましたが、それを加減算していくことになります。例えば時間外預けるというのは、企業はすでに仕分けしているので銀行の側でプラスしていく。あとは見取り立て小切手、続く見取り付け小切手というのも、両方とも企業の側ではすでに仕分けしているものになりますので、銀行の側でその残高を、まあ、あるべき数字に変えていくということになります。で、他方で連絡未通知、銀行ではすでに処理しているんだけども、それを企業は知らないといったものは、当然企業の側で調整しないといけない。見渡し小切手というのは、企業が一旦振り出したとして仕分けしたものを渡し忘れたわけですので、調整しないといけないんですよね。これは企業の側の問題。で、誤記入、企業の側で間違えて記入したとすれば、それは当然企業の側で修正しないといけない。これらの修正をすれば、当然両者は一致して、その金額は貸借対照表に載ってくるような当座預金の本来の数字になっているはずだというのが、ここの両者区分調整法の具体的なアイデアになってきます。じゃあ具体例見ていきますね。まず当座預金の帳簿残高、つまり会社の帳簿の当座預金の残高、690円だったよ。
他方で銀行の側で、まあ、残高証明書を取りましたと。そしたら銀行が把握している金額はこの時点で645円だったと。でこのズレ本当に大丈夫なんだろうか、修正できるズレなんだろうか、なんか不自然なズレはないんだろうかっていったあたりを、まあ、チェックしていく作業、これが銀行勘定調整表を作成する理由の一つということになります。じゃあ見ていきましょう。まず夜間に10円会社は預けたと、まあ、当座預金に預けたんだけど銀行では翌日処理になっています。でこの月末に、まあ、月末か期末か分かりませんけども10円ズレが生じますよね。企業の側ではすでに当座預金増やす仕分けしていますけども銀行では翌日処理ということですのでここで10円増やします。例えば光熱費40円の引き落としがあったんですけども銀行の側では引き落としされているけど企業に未達ということであれば企業の側でその金額当座預金から減らさないといけない、40円マイナスと。で例えば3番で小切手20円を取り立て銀行に依頼していると、銀行にも渡しているんですけども銀行の側でまだそれ当座預金に入金できていないよっていった場合であればこれは銀行の側で処理をする、企業の側でもすでに取り立て、まあ、依頼した段階で当座預金金額増やしていると。4番広告費支払いのために振り出した小切手50円が手元にあったと、これは未渡しの状態ということですよね。一旦企業の側で当座預金50円減らしたけども未渡しということで増やしてあげないといけない、だからプラス50で、5番仕入れ先に振り出した小切手35円が銀行に未提示、相手に渡した段階で小切手当座預金減らしてるけども銀行にまだ行き渡ってない、伝わってないと、渡されていないということですのでこれは銀行の側で渡ったとしたらマイナス35円になりますよねということになります。最後仕入れ先への小切手70円振り出したんですけどもそれを10円間違えて記入してしまった、10円ではなくて70円ということですので60円だけ当座預金をマイナスしないといけないはずだということになりますよね。でこのあたりまだよくわからないよって人はこの前の動画で確認をしてみてください。でこれで一旦ズレの集計が終わったとしたら集計してみましょうということでどちらも加減算すると640円になっているということです。690円にマイナスの40、50、マイナス60しても640ですし、銀行の当初の645円に10円足して20円足して35円引いてもどっちも640円になっている。これでズレの把握ができたということになるというのが業者区分調整法の考え方ということになります。業者区分調整法がマスターできれば残りの企業残高基準法と銀行残高基準法はもうマスターしたようなものになりますので気軽に見てもらえればいいかなというふうに思います。まず企業残高基準法は当初の企業の帳簿の当座預金の金額に修正項目プラスマイナスした結果当初の銀行口座の残高にたどり着けば OK と、これでズレの説明ができたというロジックになってきます。他方で銀行残高基準法は銀行の当初の金額から加減算プラスマイナスして結果として企業の帳簿上の当座預金の金額に到達すればズレを説明できたということになります。では実際にどうやって作るんだいという話なんですけども、いずれにしてもつまり企業残高であろうが銀行残高であろうがいずれにしても両者区分調整法の下で銀行勘定調整表を作ってみてください。頭の中でもいいしメモでもいいですからとにかく作ってみると、でその上で相手の側の足し引きを逆にするんだっていうのが結論になります。何言ってるかわからないかもしれませんけども結論は相手の側の符号、ね、足し算であれば引けばいいし引き算であれば足せばいいしそれをやれば大丈夫ですよっていうことになります。つまり企業残高基準法というのは企業の数値からスタートしていきますってことは相手は銀行口座つまり銀行口座の修正項目の符号を逆にすればいいということになります。他方で銀行残高調整法であれば銀行のデータからスタートして議論しますよね。であれば反対相手の側っていうのは企業ですね。
企業の帳簿の当座預金の数値を調整するときの符号を足し引き逆にすればいいよって話になります。具体的に見ていきましょう。数値例は先ほどの事例を使っています。企業残高基準法から見ていきますが、企業残高基準法はスタートは企業の当座預金の帳簿の当初の数字690円を使います。でこれにごちゃ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 プラスマイナスした結果、銀行のこの645円に到達したいと、そういう考え方になります。具体的には690円からスタートしてですね、自分の側、企業残高基準法は企業が自分の側ですので、自分の側の調整項目は素直にマイナス40プラス50マイナス60してください。まあ、結果として640が出てくると。で相手の調整項目はプラスマイナスを逆にします。つまりこの640からスタートしてマイナス35はプラス、プラスの20はマイナス、プラスの10はマイナスすることによって645円を計算すると。でこれで帳簿、つまり企業の数字からスタートして銀行の当初の数字になったので、これでズルの説明はできたということになるわけです。他方で銀行残高基準法の場合は銀行の側からスタートをしていきます。銀行の当初の645円にプラスマイナスごちゃごちゃした結果、企業の帳簿の金額690円になれば OK ということになります。具体的には銀行の645円のスタートに銀行の側のプラスマイナスはそのままですね。10円足して20円足してそれで35円引いて640円になって、でこの640円に対して企業の側の調整は符号をマイナスしてあげます。マイナスの60は足すし、プラスの50は引く、マイナスの40は足す、それによって当初の企業の帳簿上の当座預金の金額が出せたとすれば、そのズレの調整というのは、確認できたよということになります。ですので両者区分調整法をまずはしっかり理解すれば、あとは本質的には OK ということになるわけです。